キャスリーン・ネスビットは、イングランドの女優。ミュージカル、マイ・フェア・レディのブロードウェイでの初演で、ヒギンズ教授の母親を演じるなど、私的な老気婦人役で知られる。俳優のトム・ネスビットは自邸、娘のジェニファー・ラメージは、ラジオドラマの女優。1888年に、イングランド・チェシャー州で生まれる。フランスの二重で教育を受けた後、 クイーンズ大学ベルファストとソルボンヌで学ぶ。1910年にロンドンの舞台で女優デビュー。翌1911年にアメリカに渡りブロードウェイデビューする。1912年にシジンルパートブルックの恋人となり婚約するが、ブルックは第一次世界大戦で戦死する。1919 19年にサイレント映画ースターオーバーナイトで映画デビュー。 1920年に俳優セシルベレスフォード・ラメージと結婚。二人の子を設ける。その後、長年にわたり別居生活を送ったが、ネスビットが亡くなるまで離婚はしなかった。1930年のイギリスのロマンティックコメディ映画、カナリーズ・サム・タイムズ・シングでトーキー初出演。1954年の映画、愛の泉でハリウッドデビューする。 1982年に老衰で死去。ありがとうございます。